お無沙汰しております、えー、新妻太ですで今回渋谷和子先生の方からご依頼いただきまして卒業してから振り返る HBP というテーマで動画を提供させていただくことになりましたまず自己紹介なんですけれども、えー、新妻康太と申します2013年に2期生としてヒューマンバイオロジープログラムに入学しました 筑波大学の生物学類の卒業で、免疫学研究室、渋谷明先生の研究室に、大学の3年生からですね、HBP 卒業まで所属していました。スタンフォード大学で今、ポスドクをしておりまして、免疫療法だったりとか、造血幹細胞のキャラクタライゼーションの研究をしています。で、えっと、自分はですね、あの多分唯一だと思うんですけれども、ヒューマン・バイオロジー・プログラムの学生同士で、 国際結婚をした、えー、卒業生になります僕の妻は、えっと、皆さんご存知のルーシーですね。はい、で今あの、ルーシーとあのここにいるあのマルチーズのハク君と、えー、カリフォルニアの、えー、サンノゼというところに、えー、暮らしています。で今日の,この,あの動画のスタイルなんですけれども、の Zoom のスライドシェア機能のこアドバンスト機能を使って、 まあ、顔もスライドも同時に、えー、と表示されるというような機能を使ってあの撮ってみることにしました。あの授業とかで使う動画にももしかしたら使えるかもしれないのであの、もしよかったら参考にしてください。で、えっと、卒業生から見た HBP ということで、まあ、今後他の,あの卒業生の方も動画を作ったりすることもあるかなと思ったので、あのどんな内容にしようか考えて、 えっと、自分のですね、まあ、入学前から、えー、入学して卒業するにあたっての、まあ、気持ちの変化だったりとか、まあ、どんなことがあって学んだのかっていうところを端的にお伝えするような、まあ、時系列で一、まあ、つのケースとしてお伝えするような話にしようかなと思って、スライドを準備しております。まあ、スライド自体は本当に自分はしゃべりやすくするための言葉を書いてあるだけなので、あの音声だけ聞くという形でも全然十分だと思います。よろしくお願いします。 えっと、HBP の入学のきっかけなんですけれども自分が2期生ということでまさに新しくできたタイミングでしたであの高橋先生あ高橋先生とですね入江先生が、えっと、非常にあの生物学類の僕は人間生物学コースに所属していたのであの非常に説明会とかであのすごく分かりやすくあの説明と関与していただきましてあの魅力的だなと感じたんですが、まあ、なぜ魅力的だったと感じたかというと まあ自分が大学時代に全然学問に没頭してこなかったというまあちょっと恥ずかしい話そういう背景がありますあの本当に部活とバイトしかしてなかった本当に何もまあ後半研究室行ったんですけれどもあの本当に何にも考えてなかった学生でまあその脇でですねあの優秀な同期たちはまあ研究成果が出ていたりとか留学をしていたりとかして あの自分ももっと何かチャレンジしないといけないなという反省をしていた時期だったということもありますただ一方でですねあのもともと自分は子どもの頃から学校の先生になりたいという思いがあったのであの高校の教師になるためにあの教育の修士課程に行くか迷っていた時期でもありましたまあ新しいチャレンジ、まあ、そのまあ難しいチャレンジをして自分がステップアップした上で先生になるのがいいんじゃないかなと思っていたところがあるので あのチャレンジしたいと思ったんですけれどもやっぱりその博士課程に行きたいということを考えたことが全くなかったのであの5年以下のコースに行くっていうのは非常に自分としては恐怖感があったのであの本当にある日は絶対 GP 入るぞって言ってる日があったりとかある時はいやこんなコーサインない方がいいかもしれないなっていうあの本当に自分の性格なんですけれども、まあ、くよくよないよなよ極限まで悩んでいたなということを思い出します。 で僕すごいですねあの失礼なことを言ったことがあってあの何回も HBP の主催する説明会に出たりとか個人的な話を先生方に聞いたりしてたんですけれども HBP があまりに魅力的なプレゼンをするので これちょっとうんなことをですねあの入江先生に直接言うというなんか非常にあ,のありえないことをし,したなという思い出があるんですけれども、まあ、その時に入江先生が本当に真摯に相談に乗ってくださって、まあ、まず受かってから考えようよっていう、まあ、当たり前の、まあ、なんで自分はもうなんか受かる前提で悩んでいたのがよく記憶が曖昧なんですけれども、まあ、こういう当たり前のことを悟していただいたのとあの、まあ急 えと奨励金をもらえるということもあるし合わないと感じたら1年目2年目でそまた違う選択肢を取ったってまあ人生全体にとって全然ダメージないでしょっていうようなあのアドバイスをすごくですね優しくしていただいてまあこれをもとに「よしチャレンジするぞ」っていうふうに腹をくくった記憶があります。 であのただですね、受験を決意したものの、あの英語がですねめちゃくちゃ苦手で、HBP の願書に、当育の点数を書く欄があったので、とりあえず、当育受けたら520点ぐらいしか取れなくて、あの渋谷明先生からはです、ねあの、こんなに点数が低かったら、願書に載せないほうがいいですねというふうにあの <laughs> 言っていただいたほど苦手だったので、あの面接の英語はですね先,先に全部、事前に予想,も予想質問を準備して、 答えを英文で書いててて暗記ししみましたでディベートがすごい鬼門だったんですけど当時ディベートを英語でや,るや,るやったので鬼門だったんですけれどもこれもあの同期の生物学年同期の小林くん安部さん加藤くんとですね、あのー、ラボ終わった後に夜練習してたんですけれども予想問題を用意してそれだけ対策をしまくるという練習法を行って完全に予想もんあの面接のディベートのも問題をですね 当時遺伝子組み換え食品だったんですけど完全に的中させるという奇跡が起きましてあの2オと合格することができましたで当時ですね自分の願書に何書いていたのかなとまあ教師になりたいって思いもありながらあの人生におけるチャレンジをしてみたいっていう思いが芽生えてきた時期だったので何を書いたのかなって振り返ってあのちょっとファイルを起こして見てみるとまあ社会を科学社会と科学をつなぐ人材になりたいとだから、まあ、HBP みたいなまあそういう中 社会と科学をつなぐような人材を作るプログラムを作りたいみたいなことをあの願書の,です、ね、あの中心にあの載せていたかつ、まあ、面接でも馬場先生が、えっと、メインの面接官だったかなと思うんですけれどもこういうお話をし,しておりましたでその後、まあに合格に至ったんですけれどもやっぱり苦戦したのが英語であの本当にコミュニケーションを取る英語っていうのはすごく最初全然使えできなくて あの放課後とかにみんなで集まってパーティーするみたいなイベントが春とかいっぱいあったんですけれどもできるだけ参加しないようにして部屋に引きこもっているというあの非常に情けない状態でしたただそのいろんな授業で発表機会がたくさんあったりとかあの研究室でですね HBP の学生になったしもう全部英語で発表しようということで積極的に英語発表を行っていったということがあ,のあったのでだんだんこう使える英語ツールとして使えるようになっていったなというふうに あの振り返し振り返りますただこれは精神的にはかなりあの一番最初苦労しました。で HBP に入った後はですね、まあ、社会で活躍できる人材博士人材を育てるって話が HBP のメインテーマだったので、まあ、卒業したら国内の製薬会社に入ってあの、まあ、企業ので活躍しようかなというふうにあのイニシエーションセミナーでもあのそういう話をしたなと思,思い出します。 でえー、と自分に影響を与えた HBP の3つのプログラムを、えー、とお話ししたいと思いますただそのこの話をする前にです、ね、先に言っておきたいのはあの間違いなくですね一番学びがあったのは研究室かつ、まあ、研究活動になりますやっぱり過ごした時間があの長いですしそれだけ かかけたた努力も大きかったのでそこがまあ大前提、期となったという前提として、まあ、HBP 独自のものとして、まあ、いろんな分野にわたる授業であったりとか、まあ、他の研究室に行けたりとかいうプログラムが非常に良かったです。なんでかというとですね、あの会う人,人間の数が多いっていう,こう単純なことだと思うんですね。あのやっぱり研究室一つに所属していてそこでずっと研究してるってなると。あの 自分とと違うううう考え方をした人間に会う機会機がすごく減っちゃうと思うんです、ね、まあ単純に会う,か会う人間の数が減るっていうことなのであの授業でですね他の研究室の先生と距離が近づいたりだったりとかあの全然分野が違うような人とコミュニケーションを取る機会があったりとかしたのはあの本当にこの時期にそれを経験したことがすごくあの自分の,あの今につながっているなと思います。 で海外ラボローテーションの方は自分があのポスドコをやりたいと思うきっかけになる出来事を作ってくれた授業でした。あの自分はスタンフォード大学と UCSF カリフォルニア大学サンフランシスコ校に行ったんですけれどもあの、まあ、当時その自分の最初のプロジェクトがまとまりかけてた時だったのでその段階で行ったっていうのもより良かったのかなと思って、まあ、他の研究室での研究の進め方とか あの研究室のカルチャーの違いっていうのをまあ国境ももちろんですしまあその PI が変われば研究,の研究室の関係も変わるっていうあのまあ今となって当たり前のことなんですけれどもそれを肌で感じることができたある程度の機関がいたからこそそれをあの感じることができたなおかつ自分が苦手なこともそうなんですけれども自分が得意なこと まあ、行った先で褒めてもらえたこととかもあったので、それで、あ、自分はここは得意で評価されることがあるんだっていう、風の見つめ直せたっていうことも良かったですね。で、この時にもうアメリカで絶対にポスドコをやるっていう,うにあの決意がですね、もともと研究者になるとか全く思ってなかったんですけれども、あのこれによって完全に変わりました。で、えっと、 最後にですね強調したいのは適正技術教育はあの数ある授業の中であの最も良い授業だったなと思っています、まあ、あのカラーがやっぱり他の授業と比べてあの異色だっていうのもあると思うんですけれどもあの一番やっぱ肝になるのがこう社会と関わる実体験を提供してくれる授業だったっていうことになりますあの自分の場合は CD コンテストというですね東ティモールにあので BOP ビジネスをするためのプロダクトを作るコンテストに参加するというのが事業の一環でそのチームの中にですね、まあ、HBP の学生もう一人りゆくんいたんですけれども他にはそのあの車のエンジニアをやってる人だったりとかインターネットのコンサルをやってる人とか建築学部で学生勉強してる学生がいたんですけれどもあの全く考え方もプロジェクトの進め方もスピード感もあの。も あとは、まあ、もちろん社会人と関われたっていうことがあってこの時にですねいろんなトラブルがありました自分が、まあ、あまりに未熟だったので、まあ、そういう,こう吸ったもんだを経ながら半年間かけてあのゼロのチーム作りからあのだんだんチームが成熟していって一つのプロダクトにたどり着くっていう一連の流れをあの経験できたっていうことがあの今につながっていますであのこれがですねあのちょっと本業の話じゃないんですけれども あの適正技術教育からの発展ということであの僕とですねあのルーシーが一緒になってこの春からやってきた活動がその新型コロナウイルスに関連するような生物学の知識をですね専門用語なしであの動画で解説するというあの活動をやってきたんですねであの、まあ、これってまさに適正技術教育の発想から生まれたものでその新型コロナウイルスの まあ、まさにこれ HBP があの教育の中心においている地球規模の課題っていうのがあからさまに現れた瞬間が2020年だったと思うんですけれども、まあ、その時に多くの人々があの科学的な知識に、まあ、か難しい科学的知識に翻弄された方々がたくさんいらっしゃったということで、まあ、その中で、まあ、皆さんが吸収まず吸収できるような基礎を提供できないかなということを あのカリフォルニアがですね3ヶ月間完全にロックダウンになって全くラボに行けなかったっていう期間があったので、まあ、その期間にやってた活動やり始めた活動だったんですけれどもその動画がですね作った動画が多くの人に見られて、まあ、50万回ぐらい再生されて、まあ、今では1万人の方が登録するようなあの媒体になったでなおかつ、まあ、その動画からあの本が来月出ることあ今月か出ることになったりとかあとは今幼稚園生の子どもたちが 免疫をを勉強でできるような絵本をですねもうルーシーがこれを絶対作りたいということであのルーシー中心にあの作っていてこれもあの4月末に発売できるようにあの準備を進めているということであの適正技術教育で学んだことがあのこういった花を咲かせているんだというところをちょっと今回この場であの共有させてもらえたらなと思いました。 まあ、ルーシーも適正技術教育すごく熱心にやっていた学生でやっぱり僕ら2人ともこれに対するこうすごく学びが多かったっていう共通の意識とあとはまあ優柔不断問題意識はあるけれども優柔めちゃくちゃ優柔不断な自分といやとりあえずアウトプット出しなよっていうふうに背中をまあ押すというか、まあ、蹴っ飛ばしてくれるルーシーが横にいるからこそ ってかまあ、本当にルーシーのおかげで、まあ、あのできたっていうようなあの活動がありました。で、えっと、いろいろですね、まあ、その3つの柱、自分がすごく影響を受けた HBP のプログラムがあった上で、まあ、さらにこんなのがあったらよかったかなと思うのが、まあ、3年生以降ですね、HBP っていうのはその研究室に配属になって、もう本当に研究に没頭するっていう期間になるんですけれども、ここから3年間、 HBP、HBP、まあのいいところ、HBP ファミリーとしてのインタラクションというのは少し機会が減るというのがあ,のあったなと思うんですね。でこの時にまあ学生主体でやるべきだったなと思うんですけれども、まあ、お互いに集まって研究の進捗報告だったりとか、まあ、お互いにもうがっちり質問し合うみたいな機会があったら、こうより、あのー 関係性も深まったなと思いますしさらには他の分野の研究の方法だったりとか研究室ごとにカルチャーが違うんだっていうところをあの経験できるご学習できるような場になったんじゃないかなというふうのはあは感じていますで最後にですねその HBP で授かった、まああのまあ、金言ということでまとめさせていただいたんですけれどもあの渋谷明先生からですね、まあ、これ HBP 入る実際は入る前だったんですが 苦労した先にしか見えない景色があるんだよっていうことをですね、一言かけていただいたことがあのラボに入る時にあったんですね。で、この時にですね、やっぱり自分、その、大学、学生時代何もチャレンジしてこないで気がついたら終わってしまった時にあの、ちゃんとこう人間としてより成熟するためにいろいろなチャレンジをしたいって思っていた時期だったので、この言葉すごい刺さってですね、いろいろチャレンジ、トライして、あのその、その、 チャレンジした後の自分でしか見えない景色を見てみたいなと思わせてくれた言葉だったんですねで入江先生の方からですね何かの機会でですねあの人生はコントロールのない実験なんだっていうふうに言ってくれたこくださったことがあってあのこれも本当にあの素晴らしい言葉だなと思っていて本当にあの学びたいことやりたいことを任さずトライする。 でなおかつ、行きたい場所に行く。で、まあ,あの、本当に自分がやりたいと思った方向に行くっていうところを、あのまあ、自分で自分の人生に責任を持つっていうところまで、なんか自分の中で、こう、腑に落とさせてもらったきっかけとなる言葉だったなと思っております。あの、本当にヒ u マンバイオ o l o g y p r o あの、まあ、みんな同じこと言うと思うんですけど、めちゃくちゃつらかったんですけれども、あの、 そ,のそれによって学んだこととか成長できたこと、まあ、自分に関してはです、ね、あの本当に学校の高校の教員になろうと思っていた人間なので、まあ、変遷もあのこの話で踏まえてみると、まあ、自分が今、ポスドクとしてアメリカにいるなんていうのは、たぶん22歳の自分に言ったら絶対に信じてくれないと思うんですね、もう本当に人生が変わるきっかけとなったプログラムだったと思うので、本当に入学してよかったなと思っています。 今、学生じゃなくなったからこそ、ですね先生たちの本当に大変さが少しずつ分かるようになってきています。ご自身のですね研究活動もある中で、こうしたですね学生にとっても、先生にとってもハードなプログラムをですね維持して、私たちを教育してくださったことに、ですねこの場を借りて感謝を申し上げたいと思います。今後とも 生長いお付き合いをよろしくお願いいたします。ということで、私のプレゼンテーションは終了させていただきます。ありがとうございました。